絵手紙リリチューブ。水戸家の天才絵手紙タストリリさんです。今回のモチーフは花水木、そしてテーマはワクワクな人生をです。1912年明治45年、東京がまだ市だった頃の話です。日米親善の目的で東京市長がアメリカに桜の苗木を6040本送った返礼として寄贈されたのが花水木の木でした。白い花の苗が40本、ピンクの花の苗が20本送られました。この60本が日本で初めての花水木だったそうです。日本国民が桜の花を愛するのと同じように、花水木は広くアメリカ国民に愛されているという理由から贈られたそうです。桜の花が散ってしまい、寂しさでぽっかりと空いてしまった心の隙間を埋めてくれるかのように続いて咲いてくれる花水木。白色もピンク色も花水木の花が咲いた時は、桜の花が咲いていた時と同じように大きな木を眺めるとうっとりしますよね。花水木にはそんな日米友好のやり取りから、私の思いを受けてくださいや返礼の花言葉が付けられています。画面では花水木の葉の彩色に映っています。今回のモデルさんは 2,3 輪ほど花のついたほんの小さな花水木の枝です。花をもっと小さくしてたくさん咲いているように描けば豪華な感じになるかもしれませんね。私が描くと花1輪か2輪がやっとという構図に大体なってしまいます。今ではそれが私らしいところだと感じていて、自分がやりたいようにすることを心がけています。あなたも自分の心地よいサイズ感で描いてみてください。思ったより大きくなったり小さくなったり、それも良いのです。絵がこじんまり小さくなったのなら、文字をたくさん書くとか、文字のサイズを大きめにしてみるとか、いくらでもアレンジはできます。余白が多すぎると感じたのなら、何か別の素材でコラージュしてみても良いですね。コラージュとは絵画の技法の一つで、フランス語ののり付けを意味する言葉です。通常の絵を描く技法ではなく、ありとあらゆる性質の素材、例えば新聞の切り抜き、布、色紙、段ボールなどを好きな形に切り取ったりちぎったりしてのり付けしていくものです。ご自分の描いた絵とのバランスを見ながらコラージュし、空いた余白に文字を書き入れてもよいし、コラージュしたもの自体の上にも文字が書ける素材であれば書いても良いでしょう。リリスタイル絵手紙では自分のひらめきを大切にしています。あ、こうするのはどうかなって思ったのなら、それを取り入れてあげましょう。逆に花の絵が思いのほか大きく描きすぎて、花なのか何なのかわからないってなった場合は、そこにはがきをもう一枚継ぎ足して描いてみるのもありですね。別のやり方としては、全体像の描けなかったはがきを大きな紙の上に載せてのり付けし、足りない部分はその足した紙に描いていく方法も良いでしょう。もちろんこの場合は封書で送るということになります。そのはみ出した紙は普通にまっすぐカットするのもありですし、絵の輪郭線に沿って曲線でカットしても良いです。
もらった人は思いがけない絵手紙作品に嬉しくなるのではと思います。自分のひらめきに沿って行動することは自分らしさを構築することにつながっています。ここで言うひらめきとは、なんだかそれワクワクするという感覚を伴うものです。ワクワクすることをどんどん生活に取り入れていけば、より人生は豊かなものになります。実はついさっきですが、水戸家でもワクワクを生活に取り入れてみました。水戸家では小麦粉はあまり取らない生活をしています。でもたこ焼きは大好きなのです。自分たちでは買わないけど、もらえるときはもらうみたいなスタンスで、時々お母さんが買ってくれたたこ焼きを食べていました。でも最近お母さんが通っていたたこ焼き屋さんが閉店してしまいました。私は今朝この YouTube の原稿を書くべくパソコンを開いたのですが、ふと自宅で使うたこ焼き器って販売しているよなと調べ始めました。するとなぜか主人もたこ焼き器のことが気にかかりだし、なんと主人はたこ焼き器をネットで注文してしまったのです。そうなんです、水戸家に近々たこ焼き器がやってくるのです。なんてテンション上がるイベントでしょう。そして小麦粉なしのたこ焼きのレシピも検索したら見つかって、もうすでに頭の中はタコパー状態です。ちょっと話が横道にそれましたが、絵手紙でも日常でもワクワクに従って行動するということは、自分自身の生活をより豊かに楽しいものへと導くことができるのです。もしもこの絵手紙リリチューブや他の絵手紙動画を見て、なんか絵手紙って思ったより自由で手軽にできそう、そう感じたのならば、そのひらめきを実行に移してみましょう。リリースタイル絵手紙の基本は墨、筆、画線紙はがきですが、別にこれらに限定しているわけではありません。鉛筆でもクレヨンでも画用紙でも身近にある筆記用具で始めて良いのです。台所にある野菜を一つ選んで描いても良いし、育てている植物を描いても良いでしょう。そんなに日常にひらめきが湧いては来ないし、ワクワクすることだってないんですけどって感じることもあるでしょう。そういう時は二者択一でも良いのです。散歩に行くと家でテレビを見る、どっちがワクワクするとか、こんな感じです。実は私たちの生活は洗濯の連続でできています。この卵、今日は目玉焼きと卵焼きだったら、卵焼きが食べたいなぁみたいな感じで、私たちは小さな出来事も選択をしています。しなければならないからするではなくて、こうしたいとワクワクする方を選ぶ癖をつけることで、人生はより楽に豊かに流れていくでしょう。もちろんしなければならないことはあります。後回しにしていても、いつかやらないといけませんよね。やらないといけなくなった時、それがベストのタイミングと考えても良いのではないでしょうか。水戸家は会社勤めではなく個人事業主なので、毎年確定申告なるものをしないといけません。申告には帳簿記入したり、それをパソコンに取り入れたりとしないといけないことがありますが、私はそれをなかなかしません。いつも申告ギリギリになるまでやりません。
でも締め切りには間に合います。それでいいではないですか。だって間に合ってるんですもの。ふふふ。しなければならないことがでんと目の上のたんこぶのように乗っていて、それが邪魔に感じ始めたとき、重い腰を上げたってよいと私は思っています。自分の生活にワクワクを取り込みましょう。そして行きたくない方向には目を向けないようにしましょう。より自由に、より楽に、より楽しくワクワクしながら人生を歩いていきましょう。このチャンネルを配信している夫婦2人の作家ユニット水戸家では絵手紙の通信教育講座を開催しています。絵手紙初心者さん向けの絵手紙の基本を学べる初級編と、絵手紙経験者さん向けの交流編があります。交流編では動画中の絵手紙を担当しているリリさんとの絵手紙交流が主体となっています。ご興味がおありの方は動画下の説明欄より詳細を確認してくださいね。その心は？この人が手を広げてはーって深呼吸しているみたいなんだね。見た感じね、うん、この人たちが春のなんだ春のね、うん、息吹を感じながら、なんだろう、